ウインナーがいいな。どれにウインナーが入ってるかわかんない。中身がないやつもあるんですよ。あーんだって。はい、あーん、てーん、パク。どう中身ないかも。そんな。じゃあいただきます。うん、うん、中身ない。美味しいけど中身なかった。安部さん、タコありがとうございます。ウインナーだったんかな。中身のないたこ焼きでした。でも美味しい、ちゃんと焼けてる。あ、結局はねソースの味だからね。っていうね。当たり。うん、タコ。パフクソースの味。あーして揚げないバージョンもください。わかりました。たこ焼き食べる？そう、タコタコウインナーだから多分タコの方が多い。私の作ったたこ焼きを食べますか？こんばんは。はい。あーと思ったらあげなーい。タコだ。美味しそう。え、美味しいよ普通に。お腹いっぱいでも全然食べれる。お腹いっぱいなん、あ、中まで火通ってると思う。わかんないや、もう通ってると信じてる。信じてるよ。通ってなくてももういいやって感じです。タコ。点数をつけるなら70点。タコが回せなかったので。まあ、どんな形でも味は一緒なんですよね、たこ焼き。見た目が、見栄えがあんまり良くないので70点としましょう。うん、美味しい。
座り方を変えます。ちょっとこんばんは。生地余ってる余ってる。もう一回焼かなきゃいけない。あとこんぐらい余ってます。あと半分ぐらいかな。あと10個ぐらい。今日の服はたこ焼きを意識したんですか？そうですよ。中身変えてみる？でもウインナーと、今日はウインナーとタコしか用意してない。冷蔵庫に前のタコパキ、タコパキ？タコ焼き？タコパと混ざった。前のたこ焼き配信で使ったキムチがあるけど、多分賞味期限切れてるよね。でもキムチのあんまり美味しくなかったかな。あとローソンのロールケーキがあるけど、わさびない。全部自分で食べるようです。こんばんは。そうだよね、もう過ぎてるよね期限。他には糸こんにゃくとかしかないです、冷蔵庫。チョコはあるけど、チョコあるけど。ヤスルパンさんだるま、ありがとうございます。だるま、よし。何時から2回目やこうかな。半、何時まで配信できるんだっけ。8時半か。8時半か。今日は太陽みたいだね。たこ焼きカラーです。チョコは入れない。8時半までですね、配信は。もうお腹いっぱいだから食べれないや。そう、イベント中なんですよ。よかったら星投げとかよろしくお願いします。配信終わったら食べよ。え、そうそう、でも明日ね、ちょっとだけ配信できそうなんですよ。明日、思ったより収録が早く終わるから全然夕方配信できた。更新したから、そうね、また星がもらえる。そう、早起きなんですよ。朝配信はしないでおこうかな。6時とかになるから、しようと思ったら夕方3時間しようかな。こんばんは。メンバーでできたらいいねってね。確かに一人ですか。私はこれ買ってからやってない。普通にウインナーだけ焼きたいな。よいしょ。夕方3時間できるけども、最終枠をやったら
だよ、今日はこれで最後、3時間わ、なんか飛んできた。たこ焼きあげたいけどさ、前はうまくできたけど、ちょっと今回見た目がそんなに良くないからね。とりあえずウインナー焼きます。ウインナー多めそう。確かに6本使ったもんね。5本か6本使ったから。具材はこんなにある。意外とタコがない。2回目焼こうかな。チーズ感あんまなかったかも。あんまなかった。ピンクのお玉、これかわいい。これなんか包丁とかとセットで全部買ったんです。全部セットのやつ。たこ焼きさん、たこありがとうございます。たこ、そうそう、焼くんは焼くんですけどね。一応ね、なっちゃんにたこ焼き配信してるから暇だったら遊びに来てって LINE したんですけど、来ないかな。もうどうだろう。こんばんは。一応だから残してる。これもこんばんは。どうなんだろう。確かに来るか来ないかはっきりしてもらわないと困るよね。とりあえずウインナーを焼きます。そう、なっちゃん19時半からだからコラボ配信でもいいよって LINE したんですよ。そしたら考えとくねって来た。そっ、それで終わった。電子レンジあるある。そう、9時半から知ってるんですよ。6時からやってるからって言ってるから。そう、2時間半。分かった、7時半超えたら焼きます。お腹いっぱい。今ウインナー焼いてます。あ、たこ焼き焼いてないですよ。ウインナー焼いてる。めっちゃ飛んでる。ウインナー焼いてる。ウインナーチーズとかにしようかな。そうだね。でも焦げるね。美味しそう、見て。
トロトロのチーズウインナー、いやー美味しそう。わ、トロトロ、トロン、何焼き、ウインナーチーズ焼きです。あ、携帯に飛び散ってる。ベタベタになるやつじゃん、携帯が。めっちゃ美味しそう。見て、トロトロチーズ。見える？あ、とろけてる、とろけてる。トロトロチーズです。でも私は猫舌なので食べれません、すぐ。冷まさないと食べれません。焼きすぎたら固まるから。なっちゃんの配信は10時からになりました。なんでだろう、何してるんだろう。ゆずり屋さんタコありがとうございます。おチーズ美味しそうだけど絶対熱い。ウインナーって噛んだら絶対あの熱い。考えてたら寝ちゃった、寝ちゃったかな。まあいいや、そろそろ2回目を。確かに水気が多いのかな、いつもより。でも 500ml って書いてたから 500ml。あ、確かに寝てて今起きてやばい7時半から配信できないみたいな、ありそう、めっちゃありそう。ちょっと掃除します。チーズの焦げがついてるので。掃除します。ついたチーズ、理由は言わないんですよね。そうね、プライドが高い女の子。ベジータさん、熱っ熱っ。待って変な声、熱すぎておっさんの声出た。やばいやばい。熱すぎておっさんの声出た。熱っ。地声バレるとこだった。めっちゃ暑かったんだけど、あの髪。びっくりびっくり。まあそりゃそうか、あんだけ拭いてね、ウィンの焼いたばかりの鉄板を拭いた髪が暑かった。めっちゃ、さあじゃあ2回目やっていこうかな。油しこ
焼いたばっかの鉄板も掃除した。髪熱かった。あ、違う、危ない、ソース間違えました。これですね。かけすぎ注意だけど難しいんですよね、かけすぎ注意っていうのが。そんなにいっぱい出てくるのよ。ちょん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 、はい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 、はい、よし、こんなもんですかね。あ、携帯と、まあいっか、後でいっか。ソース引いた。あ、予熱してなかった。でもさっきウィンナーやったから多分予熱はされてる。スイッチオン、スイッチオンしましたので油を引いていきます。なじませなじませ。今度は少なすぎたかな。摩擦係数っていう曲にハマってて、今日ずっと聴いてた。摩擦係数、タワレコ行ってちょっとアルバム買うから迷って、タワレコ行ったんですよ。ちょっと温めたらたこ焼きの生地を敷いていきます。ウインナーが食べ時かな。まだ熱いかな。本当に猫舌だからね、肉汁が飛び出てきたら困る。肉汁が飛び出てきたら困る。もう大丈夫かな。嘘、ああそっち、ウインナーの方か。もう引いていいようなやつかと思った。まあでもあったかい、ね、摩擦係数ね、いつか歌えるように。次のカラオケ配信とか。桜坂さんダンスうますぎてめっちゃかっこいい。 MV とかもええー、みたいな。ウインナーを食べまーす。チーズが硬い。こんばんは。お話し会受付中です。おいしいの。たこ焼きじゃない、ウインナー。わっちゃん来ないかな。何してるんだろう。乗り気かと思ったけど意外と。チーズ焼きすぎたらね、こんな硬くなるんですよ。焼きすぎ注意。あ、気力気力、そう。
よし、じゃあ2回目焼きます。アーツさん、タコありがとうございます。事情があるかわからんけどさ、来るか来ないかしてはっきりしてくれないとわかんないですね。こんな感じでいつも喧嘩しております。最近の鍋焼きエピソード聞きますか。最近の鍋焼きエピソード、あ、もう 2列しかないや。まさたろうさん、タコありがとうございます。2列でしたね。そう、最近の鍋焼きエピソードは2人で夜花火をする約束をしてたんですよ。花火、夜花火をする約束してて、前日ぐらいから何日に花火しようねって。そう、花火、そう約束してて、そう何時集合みたいなで、そう配信終わらせて集合時間になったから LINE したんですよ。そう、花火はって。そしたらやっぱやらないみたいになってなくなったんです、花火。私の夏の花火。あ、天かす入れてない。だから私がドタキャンじゃんっつって怒った LINE で、そしたら買ってきてって言われて、コンビニで買ってきたらやってあげるみたいな、みたいな感じのエピソードです。そう、そんな感じなんですよ、鍋焼きの関係。私もね、もういいしっていうタイプなんで、